ウルグアイ 2-0 勝利も決勝 T 逃す韓国に総得点で下回り3位に。サッカーのワールドカップ W 杯カタール大会は2日、1次リーグ H 組の最終戦があり、ウルグアイ、世界ランキング14位がガーナ、同61位、2-0で勝利した。1勝1分け1敗の勝ち点4、韓国、同28位、2得失点差で並んだが、総得点で下回って3位となり、2大会連続の決勝トーナメント進出はならなかった。ガーナは、1勝2敗の勝ち点3で4位。3大会ぶりの16強入りはならなかった。ウルグアイは前半21分に GK ロチェトが PK をストップ。直後の同26分、4回目の出場となった FW スアレスのシュートを相手ゴールキーパーが弾いたこぼれ球を MF でアラスカーエタが頭で詰めて先制した。同32分にも追加点、スアレスからの浮き球のパスを見事な右足のボレーシュートで決めた。後半はガーナの反撃をしのいだ。H 組のもう一試合は、韓国が、前回16強のポルトガル、同9位、2-1で勝利した。ポルトガルは2勝1敗の勝ち点6で首位突破。2位の韓国は3大会ぶりの16強入りを果たした。ガーナ、12年前の悪夢再び、またも PK 失敗でウルグアイに完敗、W 杯初のアフリカ勢3チーム決勝 T 進出ならず。カタール W 杯1次リーグ H 組ウルグアイ 2-0 ガーナ、プツニチアルジャヌーブ競技場。バルクワラ2日イコールスポーツ報知 W 杯取材班、FIFA ランク61位と今大会出場チーム中最下位のガーナが12年前の悪夢を繰り返す PK 失敗で FIFA ランク14位のウルグアイに完敗。セネガル、モロッコに続く W 杯史上初の同一大会でのアフリカ勢3チームの決勝トーナメント進出はならなかった。前節、韓国との打ち合いを制し、勝ち星を挙げたガーナは勢いそのままにウルグアイを攻めた。前半15分、AIU の左サイドからのシュートをウルグアイゴールキーパーロチェトが弾いたところに韓国戦で2ゴールのクドゥスが右足を振り抜いたが、ゴールはならず。しかし、シュートの瞬間、ロチェトがクドゥスの足を手で払ったとして、VAR 判定の末、PK に。しかし、AIU が放った PK は左に飛んだロチェトに止められてしまった。ウルグアイとの前回対戦の10年南アフリカ大会の準々決勝では、1-1で迎えた延長後半ロスタイムの得点機にスアレスがゴールライン上でハンドを犯して阻止。この PK を外したガーナが敗れるという因縁を持つ両チーム。ガーナにとっては、12年前の悪夢が蘇った形となった。直後には共にスアレスのアシストからデアラスカーエタの頭、右足ボレーと2発を浴び、前半だけで2点のリードを許してしまった。後半も攻勢に出たガーナだったが、得点は奪えず。2010年南アフリカ大会ではベスト8入りして世界を驚かせたガーナが、悲劇の PK 失敗で散った。W 杯アフリカ勢の16強入り。1986年メキシコ大会モロッコ16強。1990年イタリア大会カメルーン8強。1994年米国大会ナイジェリア16強。1998年フランス大会ナイジェリア16強。2002年日韓大会セネガル8強。2006年ドイツ大会ガーナ16強。2010年南アフリカ大会ガーナ8強。2014年ブラジル大会ナイジェリア16強アルジェリア16強。2018年ロシア大会なし。2022年カタール大会モロッコセネガル。大会方式が1次リーグを経て16チームによる決勝トーナメントとなった1986年大会以降。H 組の日程、下向き黒三角11月24日、ウルグアイ0-0韓国、ポルトガル3月2日ガーナ、下向き黒三角11月28日、韓国2-3ガーナ、ポルトガル2-0ウルグアイ、下向き黒三角12月2日、ウルグアイ2-0ガーナ、韓国2-1ポルトガル。決勝トーナメント1回戦イコール H 組関連。下向き黒三角12月5日。G 組1位、韓国。下向き黒三角12月6日。ポルトガル G 組2位。W 杯、ウルグアイの悲しき勝利。総得点差でグループステージ突破はならず。ウルグアイが4大会連続のグループステージ突破を逃した。12月2日、カタールワールドカップH組でガーナと対戦し、2-0で勝利。
だが、他会場で韓国が勝利したことにより、勝ち点と得失点差でも並んだが総得点の差で韓国に届かなかった。2022年12月2日カタール W 杯 H 組アルジャノブ。ガーナ0、2ウルグアイ。得点者、ウ・ジョルジアンデ・アラスカエタ2。スアレスの奮闘も実らず、ストライカーの引力がボールを引き寄せるようだった。26分、ウルグアイの右サイドからのクロスは相手 DF に当たったが、まるで狙ったかのようにルイス・スアレスに届く。落ち着いて切り返した背番号9が右足を振ると、相手ゴールキーパーが防ぎきれなかった一撃をジョルジアンでアラスカエタが押し込んだ。32分にも、同じラインでウルグアイに追加点が生まれた。鋭い縦パスから繋がったボールを、スアレスが右足アウトサイドを使ったパスで器用に渡す。受けたでアラスカエタが豪快にボレーを蹴り込んだ。だが、ウルグアイの冒険はここで終了した。後半から攻勢に出たガーナに手を焼き、3点目は奪えず。2対0で勝ちながらグループステージ敗退と、ここまでの2試合を無得点で終えていたツケが回ってくる形となった。スアレス、そして交代で入ったエディンソン・カバーニという看板 FW は、現在揃って35歳。ウルグアイは強さを取り戻すために、変わっていかなければならないのかもしれない。W 杯、ウルグアイ勝利も4大会連続決勝トーナメント進出ならず、スアレス試合中からベンチで涙。より小さい FIFA ワールドカップ、W 杯、カタール大会、ガーナ0対2ウルグアイ、1次リーグ H 組、2日、アルワクラ・アルジャヌーブ競技場。今大会初勝利を挙げ、最下位からの逆転で、1次リーグ突破と思われたウルグアイだが、他会場の結果により決勝トーナメントへの切符を逃し、4大会連続の16強入りを逃した。MF でアラスカーエタの2得点で試合を優位に進めたウルグアイ。このまま試合が終われば1次リーグ突破と思われたが、試合終盤に別会場で行われていた H 組の試合で、韓国がポルトガルに勝ち越した。試合はそのまま終了し、